コトナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、いっちょです。今日はですね、久々にちょっと僕のコーディネートをご紹介していこうと思います。ちょっと最近コーディネート診断で結構ね、他人の視聴者様からのコーディネートとかいろいろご紹介してたんですけど、あんまり自分のコーディネートをご紹介してなかったので、今回はですね、1週間分7スタイルの、僕のコーディネートをご紹介していきたいと思います。で、一応ちょっと結構前にコーディネートした、画像になるので、ちょっと2週間ぐらい前の、まあちょっとタイムリーではないコーディネートになるんですけど、まあ一応なんかこう春から夏にかけてのまあコーディネートって感じで、コーディネート7スタイルご紹介したいと思いますので、まあね、どんな感じでこうコーディネート考えて組んでるかとかもいろいろご説明させていただきながら、ご紹介していこうと思っておりますので、まあぜひコーディネート組む際の、参考にしていただければと思っております。そんな感じで、じゃあ早速コーディネートご紹介していきます。はい、じゃあそれでは早速一つ目のコーディネートからご紹介していきます。こんな感じですね。一つ目のスタイリングはパーカーブラックアイパッチ、パンツが JS ホームステッド、キャップがシュプリームとラコステのダブルネームですね。で、シューズがアディタスで、サングラスが GDC のものを使いました。まあ、サーモンピンクのこのブラックアイパッチの、パーカーを主役に、使ったコーディネートですね。まあ、あんまりやっぱりこうパーカーを1枚で着れる季節って短いので、まあちょっと着れるうちに着ときたいなということで、少し暑かったんですけど、このサーモンピンクの、パーカーを主役に着たいなと思ってコーディネート考えました。まあ今年だったらどう組み合わせようかなっていろいろ考えたんですけど、ちょうどお店にこの JS ホームステッドのまあワイドデニムが、入荷してて、このデニムと組み合わせたら可愛いかなと思ったのと、あとこのパーカーが結構リブがきつめで、こうリブをねキュッてなんかこう止めてあげることで、ちょっとショート丈みたいな、なんかこうバランス感で着られるようなデザインのパーカーだったんで、なんかこういうワイドなデニムをちょっとハイウエスト気味に合わせてあげて、なんかこのバランス感がすごい可愛いかなと思って、まあこのデニムを合わせることにしました。で、頭にはですね、最近買った、まあ、前にね、購入品動画でもご紹介しましたけど、このシュプリームとラコステのピンクの、なんかキャップ、ちょっと合わせてみようかなと思って、ピンクのキャップを合わせて、まあ、それだったらもう足元もはじめ白とかで抜こうかなと思ったんですけど、もうピンクで、もうこの際ブロッキングしちゃおうかなということで、ピンクの、スウェードのスニーカーを合わせました。まあ、こんな感じで、ちょっとピンクとデニムで、ツートンで、コーディネート組んだような感じになります。で、ちょっとなんかこうね、なんかパーカーだとさすがに暑苦しいかなっていう感じもしたんで、袖を少しだけまくってなんか手首が見える感じで、まあちょっとコーディネートしてあげたのがポイントかなって感じですかね。うん、こんな感じで一つ目のコーディネート組んでみました。で、続いて二つ目のコーディネートになります。こんな感じですね。こちらはですね、シャツがウル、で、インナーが、3C のプリントティー、それからパンツが、先ほども履いてみましたのと、ちょっと別タイプで JS ホームステッドのデニムパンツ。で、ハットがアートカムズファースト。で、シューズがドクターマーチン。メガネがポロラルフローレンって感じの、コーディネートになります。まあ、このコーディネートは、まあ、この JS ホームステッドのデニムですね。これ購入品動画で、ご紹介したんですけど、まあ、このデニムをちょっと主役にしてコーディネート組もうかなということでコーディネート考えました。で、初めなんかこのプリントティーと合わせてシンプルにコーディネートしようかなと思ったんですけど、意外とプリントティーとデニムだけだとあんま面白みがないなと思って、なんかレイヤードしようかなと思って、このウルの、ショート丈のシャツを、ジャケット感覚で羽織ってレイヤードしました。まあ、このなんかちょっと赤と白とこのデニムのブルーのなんか配色がすごい爽やかで可愛いかなと思って、ちょっと色で遊びつつも、なんかこのインナーのプリントでも遊んで、さらになんかこうデニムのデザインでも遊んだような、ちょっと遊んだ、コーディネートになります。で、バランス的にやっぱりこういうワイドなパンツとかを合わせるときに、あんまり頭にボリュームがないと僕しっくりこなくて、まあ頭には、フェルトのつばひろのハットを合わせてバランスを取ったような、コーディネートになります。まあ、なんか色味的にもすごい春っぽくて爽やかで、まあ、個人的にも好きなコーディネートかなって感じですね。はい、
で3つ目が、ウエスタンシャツがこちらも JS ホームステッドっていうブランドですね。でパンツが、ユニクロ U のグルカショーツで、キャップが、古着のハンチング、でシューズがドクターマーチンって感じの、コーディネートになります。でこちらはですね、まあ、これも購入品紹介で、ご紹介したんですけど、 JS ホームステッドの、ウエスタンシャツを主役に使った、コーディネートになります。でまあなんかこのウエスタンシャツどうやって着こなそうかなと思ったんですけど、結構色味的にまあちょっと秋っぽいオレンジブラウンの色味だったんで、なんか抜け感を出さなきゃなと思って、まあ春夏に着るならちょっと抜け感を出した方がいいかなと思って、ユニクロ U のグルカショーツでちょっと足をこう露出することで涼しげな、雰囲気を出そうかなっていう風な感じでショーツを選びました。でまあなんかこうキャップはね、ちょっとこのワークななんか雰囲気出したかったんでハンチング持ってきて、靴もブラウンで、まあブラウンのワントーンで、合わせたようなスタイリングになります。でこういうね、なんかブラウンのワントーンとかだと一見重くなりがちなんだけど、まあほんとこうショーツとか履いて素肌見せてあげるだけでかなり涼しげな印象になるので、まあなんか結構ね、そうジグロの人なんかってあんまり爽やかな結構色味の洋服とかって爽やかすぎちゃってあんま肌となじまなかったりするんで、結構こういうくすんだ色とか、まあ春とか夏でも着てあげるのが個人的にはおすすめかなっていうふうには思うんですけど、なんかやっぱりこういうくすんだからだとね、どうしても春夏っぽさって出すの難しいと思うんだけど、そういう人はやっぱ肌の露出感でなんかそういう春夏っぽさを出してあげて、洋服で出すっていうよりはそのなんか素材感とか肌の露出でなんか涼しげな雰囲気出してあげるといいかなと思って、まあこのコーディネートだったらほんとこう素足を出してあげるとかだったり、あとちょっと胸元をこう開けてあげてね、これまたね、しまってると多分結構暑苦しい雰囲気なんだけど、やっぱ胸元こうね、ボタン閉めないで開けてあげるだけでも結構涼しげな雰囲気出るんで、こういう感じでなんか季節感の調整とかは、していただけるといいのかなって思います。まあ、僕はあの今回このコーディネートは袖まくんなかったですけど、まあ例えばロングパンツとか履いて素足でなんかこう肌を露出しない場合は袖まくり上げて手首見せてあげてちょっと素肌を露出するとか、そういう感じでバランス取ってあげると結構こういうくすんだブラウンの色味とかでも比較的涼しげに見えるんで、まあそういうテクニックも一つ覚えておくと春夏のコーディネートをより楽しめるんじゃないかなと思います。で続いて、4つ目のコーディネートご紹介させていただきます。こんな感じですね。シャツが、ネームの、ストライプ柄のシャツ、それからパンツが岩流のサルエルのデニムパンツで、キャップが T クラブスキンチームの、コーディネートのキャップ、それからシューズが、ナイキのエアフォースですね、それからメガネがポロラルフローレンって感じのコーディネートになります。まあ、このコーディネートはこの爽やかなちょっとストライプ柄の配色の、ネームの切り替えシャツを、主役にしてコーディネート組んでみました。まあ、このシャツどうやって着ようかなっていろいろ悩んで、初めスラックス合わせようかなと思ったんだけど、まあ、なんかちょっとスラックスで合わせる気分じゃないなと思って、まあなんか僕結構こういうストライプのシャツとかはなんかこうドレスカジュアルな雰囲気で着るよりもちょっとストリートに落とし込んで着るのが割と好きなので、なんかこうね、普通の細身のデニムとかじゃなくてちょっとサルエルデニムを合わせてあげることで、なんかこのシャツのカジュアルさをストリートにうまく、落とし込んであげて、まあキャップとスニーカー合わせることでよりこうストリートな雰囲気を出しつつ、まあけどなんかこうメガネはクラシックなものを合わせて、なんかこうカジュアルとちょっとストリートをミックスしたような、コーディネートに落とし込んでみました。まあ、やっぱりね、こういうちょっとサルエルパンツとかこういうストライプパンツと合わせることで、なんかそのギャルソンっぽいバランス感にしてあげるのが個人的には好きで、まあ、なんかこういうのをなんかこう本当になんかこういうストライプシャツみたいのをなんかストリートに落とし込んで着るのとなんかこうおしゃれな印象になるっていう、なんか個人的にはなんかそう思ってて、まあ、こういう風な、コーディネートにしてみました。はい、じゃあ続いて、5つ目のコーディネートをご紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。ジャケットがニードルスのペイズリー柄のコーチジャケット
で、インナーは白 T を入れて、パンツはコムデギャルソンオムの、コーディロイパンツ、キャップはシュプリームのレザーキャップで、靴が古着の、レザーシューズ、サングラスがオリバーピープルズの、サングラスって感じで合わせました。このコーディネートは、ペイズリー柄のニードルズのね、コーチジャケットを主役に、コーディネートを組みました。まあ、このコーチジャケットが結構男っぽい感じの雰囲気のコーチジャケットだったんで、まあ、なんか男っぽい雰囲気で、全体仕上げようかなと思って、まあ、黒のパンツを、初めに合わせることに決めました。なんかスラックスとかでもよかったんだけど、なんかもうちょい重みが欲しいなと思って、黒のコーディロイの、パンツ合わせました。で、まあなんか頭もやっぱちょっと重み欲しいなって思って、まあ、コーディロイとやっぱバランス取るんだったら、あんまり普通のこうコットン素材のキャップとかだとちょっと抜けすぎてしまうかなと思ったんで、レザーのキャップを合わせて、さらにサングラスも、入れることで重たい印象にしました。まあ、けどなんかこう T シャツまで黒とか持ってきちゃうとちょっと重たすぎるなと思って、インナーには白 T を入れてバランス取ったような感じになりますね。まあ、結構なんかこう重たいコーディネートにも見えるんですけど、やっぱ白 T 一発挟んであげるだけでだいぶ爽やかな印象になるし、まあこのジャケット自体も結構オーバーサイズなんで、これがタイトなジャケットとかだとまたちょっと暑苦しい雰囲気にはなるんだけど、こんくらいゆったりした、ジャケット羽織ってればそんなに暑苦しさも出ないんで、まあこうちょっと重たさと爽やかさと、まあほんと白 T 一発でまあ爽やかさを入れてちょっとバランスを取ってあげたような、まあ男っぽい、コーディネートになります。はい、じゃあ6つ目の、スタイリングご紹介していきましょう。まあ、こちらも、購入品紹介でご紹介したアクネスタジオスの、プリントティーを使ったコーディネートですね。まあ、やっぱりこのプリントティーはなんかこの絶妙な配色が面白いなと思ってて、まあ、このなんか絶妙な配色の中にあるこのラベンダーの色味を拾って、まあ、ちょうど、ラベンダーのパンツとラベンダーのサンダル持っていたので、そのね、パンツサンダルラベンダーこのプリントを拾って、合わせて、コーディネートしてあげました。あ、そうだ、着てるアイテム紹介するの忘れましたね。で、こちらが、トップスがアクネスタジオス、パンツがアンユーズド、ハットがアートカムズファースト、シューズがアイランドスリッパ、サングラスがポロラルフローレットなってます。で、まあなんかここのね、なんかこのラベンダーとまあ白のツートーンに対して本当はこう、まあなんか頭になんか欲しいなと思って、ちょっと黒髪で普通にセットしてたらあんまりバランスが取れなかったんで、頭にハットとか欲しいなと思って、本当はストローハットとかで合わせた方がまあ夏っぽい雰囲気にはなるんだけど、なんかね、僕の持ってるストローハットだとあんまりシルエットのバランスが良くなくて、まあやっぱりちょっとパンツがルーズで太めなね、こうゆったりとしたシルエットなんで、それに対してツバが広いハットの方が全体のバランスは取りやすかったんで、まあなんかストローハットよりもフェルトハットのこのツバ広のタイプの方がまあ全体のバランス的にはいいかなと思って、ベージュのフェルトハットを合わせました。まあね、以前コメントでその夏場にフェルトハット合わせるのは季節感的にどうなのみたいな質問をいただいてたんですけど、まあ、正直僕の意見だと梨寄りのありかなって感じに、思ってます。まあ、確かにちょっと夏場にフェルトハット被るのは暑苦しいっちゃ暑苦しいんですけど、まあ、僕はあんまりなんつうの、暑がりじゃないんで、まあなんか自分で暑いってそんなに感じないっていうところで、まあありかなっていう風に感じてますし、まあ実際結構こうさっきもなんかコーディロイパンツとか合わせたりレザーのキャップとか合わせてましたけど、まあ素材感的に割とこう季節的になしかなっていうアイテムでも、なんかその重みが逆になんか良かったりもするパターンもあるんで、僕は別になんかそんなに重たすぎるからなしっていう風には思ってなくて、逆にその重たさがいい感じにコーディネートのバランスを取ってくれたりもするんで、まあなんか個人的にはなんか別に夏場でもフェルトハットかぶるのはありかなっていう風に思ってます。特に今年はちょっとなんか重たい雰囲気の夏の着こなしみたいのをちょっと自分の中では挑戦したいなと思ってるんで、結構フェルトハットとかは今年の夏はなんかこれからもかぶるんじゃないかなっていう風に自分では思ってます。ということで6つ目のコーディネートはこんな感じでした。で、続いて7つ目のコーディネートご紹介させていただきます。ジャケットがウル、
で、インナーが、古着の、ジョン・レノン T シャツで、パンツがコムデギャルソンシャツの、クロップドの黒のパンツですね。で、キャップは、同じ、先ほども使ったシュプリームのレザーキャップ。で、サングラスはオリバー・ピープルズ。で、靴は、古着のレザーシューズって感じで、合わせてみました。こちらはですね、ウールのオレンジのナイロンジャケット、主役にコーディネート考えてみました。まあ、これもどう使おうかなってすごい迷ったんですけど、このジップ部分の、黒の、まあ、ファスナーの部分の黒の、まあ色味と、あとドローコードの、黒の色味を拾って黒のパンツで合わせようかなと思って、黒のパンツを選びました。で、やっぱりなんかこう頭にもなんか何か欲しいなと思って、レザーキャップぐらいちょっと男っぽいスタイルに昇華しようかなと思って、レザーキャップと、サングラス合わせて、足元も、黒の革靴で、まあ結構小物は黒で、統一しました。まあ初め普通の白 T を合わせてたんですけど、なんか普通の白 T だとちょっと物足りないなということで、なんかここでちょっと遊び入れようかなと思って、このジョン・レノンの顔のドアップの T シャツ入れることでちょっと違和感というか、なんか遊び心をプラスしたようなコーディネートになります。で、なんかね、結構このナイロンジャケットで、なんかパンツも結構ちょっと重ためのパンツなんで、このコーディネートだと重いかなとも思ったんですけど、こう袖とかをロールアップして、ちょっとまあこれちょっと見えにくいけど、袖ロールアップしてて手首見せてあげたり、あとパンツもちょっとクロップド丈のものを選んであげて、こうなんだろうな、なんかソックス見せてあげることによってちょっと涼しさみたいなものは出るんで、なんかこういう重たいなっていうコーディネートだったら、やっぱりこう手首見せてあげたり、ちょっとソックス見せてあげたりするとちょっと涼しげな、雰囲気になるかなと思います。まあ欲を言えば、ちょっとこれソックスの色間違えちゃって、なんかブラウン系のソックス履いてるんですけど、まあこれ白ソックスとか履くともうちょい爽やかになるかなと思ったり、あと色で、このオレンジの色ね、拾ってあげて、オレンジのソックスとかで合わせてあげても面白かったかな。まあけど、なんか僕だったらね、本当だったら白のソックスぐらいで合わせたらもっと抜け感出てよかったかなっていう風に、今反省してますって感じですかね。はい、ということで、今回は僕の1週間分のコーディネートをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、ぜひね、ちょっとコーディネートの組み方なども、参考にしていただけたらなと、思っております。で、僕はですね、結構6月、まあ、ギリギリまだ涼しいかなぐらいの時期は、なるべく半袖は着ないようにしてて、まあ、なんでかっていうと、まあ、やっぱりこう、夏物、半袖のアイテムをこの時期から着始めてしまうと、ちょっとこう、夏物に対しての秋がすぐ来てしまいすぎるんで、まあ、なるべくちょっと長袖とかを着られる季節は、僕は長袖を着て、ちょっとでもこう春物を引っ張りながら、スタイリングは組むようにしてます。まあ、本当ね、夏物、まあもう今の時期から全然着られるし着てもいいんだけど、本当にね、夏物ってあんまり早く来すぎちゃうと、もう秋が来ちゃって早く秋来ないかなってなっちゃうんで、なるべくこう夏物をね、取り入れるのちょっと後にずらすと、もうちょいこう夏物着る期間が2ヶ月ぐらいでちょうどいい感じに、なんか夏物飽きた頃に、秋物の時期になってくれるんで、なんか個人的にはなんかあんまりこう夏物じゃなくて、こう春物とか着れるうちは春物ね、楽しんでいただくのが、なんかコーディネ、まあこうなんかいろんな洋服を年中着るっていう風に考えた時にはいいかなっていう風に、考えてます。で、まああと長袖とか着る時もやっぱりこう涼しげな雰囲気を出すのってすごい大切なんで、こうやっぱり手首を見せてあげたり、足首見せてあげたり、まあちょっと首元開けたりとか、そういうところでなんかこう夏っぽさというか爽やかさみたいなものを出してあげると、まあ季節感もこううまく調整できるので、まあ、なんかその辺のちょっとコーディネートのテクニックとかも参考にしていただけたらなと、思ってます。はい、こんな感じでですね、まだまだ僕のコーディネートちょっと写真撮ってるのに全然ご紹介してないものもあるんで、まあ、今後もこんな感じで、僕のコーディネートも、ご紹介していこうと思ってます。まあ、次の動画は多分コーディネート診断の続きの動画になると思うんですけど、まあぜひ、その後とかにもまた、1週間コーディネートどんどんご紹介するので、ぜひ楽しみにしていてください。まあインスタとかではもう先にコーディネート出してるんで、よかったらインスタとかでも、チェックしていただければと
思っております。じゃあそんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。で今回ね、あの僕のこうコーディネートで使ったアイテムとかも、あの僕の私物ね、売ってるオンラインショップの方で、出してるアイテムもあるので、よかったらそちらも、チェックしてみてください。概要欄に貼っておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あ、コメントなどもどしどし受け付けておりますので、もしなんかこのコーディネート好きでしたとか、なんかいろいろ感想ありましたら、コメント欄に書き込んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、いっちょでした。